はい、始まりました。親子バトル、マエケン対マエケンになりました。45、60、福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープのゲームを、解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはホークスの先発前田、マウンドに上がりました。さあ、カープ打線相手にソフトバンク、里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあ、やっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、ワンボールツーストライクです。さあ、外してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている銀次。前田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが1球目、最初は変化球できました。引っ張った、クリーンアップが登場します。バッター太田、ツーアウトランナーありません。さあ、3番には太田、高めの変化球から入りました。大きく外れました。変化球、これは胸元へ。ワンボールツーストライクと追い込みました。外へのカーブ外れました。変化球空振り、3アウトチェンジ。さあ、これからカープが守備につきます。バッターは高木、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。はいはい、早くシュート。ちょっとすっぽ抜けた感じです。早くシュート。マイテンスライダー見せてやる。マイテンスライダーを打ちました。あっと、マイテンのことを入れていく。マイテンスライダー、バッターは2番に入っているジョーン。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー前田、そしてキャッチャーは小橋。このバッテリーを打つ打線が、ランナースタート、スタート。ここで盗塁を許してしまいました。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。中に入れたか。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、そうですよね。まあ、バッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあ、ここをしのいでいけるか。二塁牽制、あ、やばい。取れない、バッテリーエラー。ノーアウトランナー3塁です。この場面で痛いミスが出ました。いやー、これが F1 で先制ですから、操作が遅れとる。あー、大失投です。ランナースタート。あー、佐々木さん、ホームスチールを仕掛けてきましたが、まあ、そうですね、ホームスチールだってやばい、決まるもんじゃないですよね。そうですよね。いや、バッターは3番の松田。ツーアウトになっています。いや、わやくちゃんなよ。ライト方向を流しました。やばい、打順は4番井上。やべ、ヒットでランナーを1塁に置いています。え、何で下がってきた。そう、マイケンスライダー見せてやる。マイケンスライダー威力がない。マイケンスライダー封じ込められている。
ガッツは厳しい。A ランクは厳しいのか。なんとか抑え切りました。2回になります。カープの攻撃。バッターボックスは4番新井。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。際どいコース外れました。次が3球目。打ちました。バッターボックスフラッシュ。前田まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド見送っています。インローボール先行です。入りません。3球目は何で来るか。いいとこ投げてきますね。はい、変化球が決まっています。インコースへ大きく外れます。外れてフォアボール。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。打席には6番バッター井端。フォアボールのランナーが出ています。ここは盗塁があるのか。これが初球。これは豪快に振ってきました。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。これが3球目。見逃し三振。ツーアウトになりました。三振。バッターは7番に入っている福田。ツーアウトランナー一塁です。これかここは。いいところへ決めてきます。ストライクです。これが2球目。2球目を見送っています。変化球空振り。ボール球を振らされてしまいました。なんてこった。2回の裏になります。ホークスの攻撃。バッターは5番中村。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。待ってるぞ。このカウントは厳しめにいきたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。高めちょっと外れたか。さあ3球目は何か。変化球打った。打順は6番井端。前田まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球打った。あっと、あー、あれが記録はエラーということになりました。エラーが遅すぎてる。小宮山さん、さあ1塁にはサヨナラのランナー。バッターボックスには西川。向こうが1点狙いでバントサコに出るようなら簡単にさせてはいけませんね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。いきなり牽制。さあ初球は何か。打席には稲葉が入ります。嫌なボールで回ってきましたね。さあ2アウトながら2塁ランナー帰ればサヨナラという場面。ここはもう集中した。バッターボックスには代打の木浪。さあ里崎さん、一打サヨナラの厳しい場面となりました。まあ相手も代打で勝負かけてきますからね。ここは正念場ですよね。そうですね。さあここはしのいでいけるか。マイケンスライダー。最初は変化球できました。マイケンスライダー。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。相手にスライダーだ。外の球打った。マイケンスライダーやりました、はい、マイケンスライダー変化の方と。ここでホークス守備を変えてきました。3回に入ります。カープの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは糸原。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。
偵察狙い、インコースに攻めてきました。偵察を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターの糸原、さあ追い込みました。次はボールでもいいわけですから、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ランナー二塁一塁は変わりません。さあそしてバッターボックスには戸柱が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。バッターボックスには代打の西川。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。外から入りました。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。キレのあるいいボールでしたね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。すぐに追い込みました。前にボールを飛ばせません。ツーアウト。さあ来い、際どいコースですが外れました。ワンボールです。外を低め決まってストライク。ホークスピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がった。初球は何で来るか。ダマイルという、手が出ません。三振、攻め切ることができませんでした。キャッチャーワンだ。キャッチャーワンだ。ここでカープ守備を変えてきました。西川キャッチャーです。さあ行こう。これから3回の裏、ホークスの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは谷繁。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。さあここでホークス代走を送ります。帰ればさよなら。藤岡がセカンドランナーに入ります。セカンド牽制球。初球から際どいコースをついてきます。やってます。さあどうだ、相手踏まれるか。変化球打った相手セーダー。さあそして打席には高木が入ります。嫌なところで回ってきましたね。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあプレッシャーはあると思いますけど、それはバッターも同じですからね。腹をくぐって勝負してほしいですよね。なるほど、そうですよね。あーやばい、ヒット。あー、ルバスこ抜けました。さあ、あーやばい、走ってきた。ガッと死んだ。もう一球牽制球。やばい、死んだ。スクイズ、大失投です。大ポト、ふわふわっと上がった。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。チャンスは作りましたが、サヨナラには至りませんでした。ゲームは引き分けながらも規定によりソフトバンクホークスが勝利しました。今日の解説は小宮山聡さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。この辺りで失礼いたします。